皆さん、こんにちは。製作企画研究所、プロジェクトリーブ。株式会社、トライユカの中島ユカです。中島ユカの、そこまで言うかの時間がやってまいりましたが、はい、冒頭のですね、えー、サムネイルに、えー、ございますように、Facebook のアカウント、えー、ついに30日間、アカウント停止と、という状況があ、数日前から、 あ私、ついに、え起、ー、きました。ついいですね。あの、状況からいきますと、文芸評論家の小川栄太郎先生と、まあ、全く同じような状況に、まあ、なったということになります。例の、あの、女の、あの、裁判事件ですってもうね、言わないと、あの、キーワードで、あの、ポチってやられたら、あの、本当にアウトなので、えー、非常に、あの、良識の、あの、ある、 あの、補修系のですね、方も、あの、ペナルティを、あの、食らわれたということで、こういう事件があったっていうのを単純シェアをしただけで、えー、それがまあ、あの、性的嫌がらせになりましたの、やれなんだろうかんだのって、こじつけで、が、ペナルティを食らったっていうことでで、あの、今日、まあ、あの、Facebook の方に書かれていましたけども、ああ、あの女性って多分、今後、 あの、何かにこう引用されてね、インターネット上でこう出てくる時もそうなんですけど、まあ、モザイクかけられたり、で、あの、例のあの女とかっていう風に、きちんとした固有名詞で語られない人間になっていくということなんだと思いますけど、私は中島由香という、ちゃんとした人格、人権というものがやっぱりあります。で、あの、例の人とかね、 モザイクかけられて、この世で、そういう形でしか表現されないっていう人間ほど愚かなものは、私はないと思います。非常に哀れで、かわいそうな人間だなと、いうふうに思います。で、えー、30日もね、アカウント停止される、あのー、この言論弾圧、左系の人間が多分、あのー、もう組織ぐるみで操作してるっていうことは非常によくわかるんですが、 まあ本当に、あの、卑怯な、あの、やり方だな、というふうに、えー、思って、あの非常に、あの、仕事にもちょっと影響してきたりだとか、あしておりますので、ここ数日間ですね、まあ、非常にテンションも落ちていましたし、今後じゃあ、えっ、ー、と、Facebook のですね、えー、運営をじゃあどういうふうに、あのー、していくか。私のアカウントで、いろんなものが生きているものが途中で中断されるわけですから、 ま、それに関しても、あの、いろんな、ああ、まあちょっと対策をねっていましたところ、まあこんなね、タイミングで、まず、あの、YouTube で皆さんに、まあご報告しなければならないというふうに、あの、なったんですけど、なんかね、あの、怒りをね、表すために、効果音って私、あの、いろいろとあちこちで使うでしょで、あの、効果音のね、音を下げろだのね、いろんなことあの、ご意見いただくんですけど、あの、正直ね、爆発音ですけど、 あのー、三連発、四連発、あの、音量からするとですね、あのー、本当にね、自バレするぐらいの、もっと音量上げたいぐらいです。の今のその気持ちというか感情もし、本当にそういう効果音で表すとするとね。なので、あの、皆さんのですね、あの、一部の方の、あのー、ご期待にはちょっとね、今添えない状況に、えー、今私は、いるところです。さて、それからですね、 あの、新年に入って、ええー、新しいチャンネル登録者の方々や、逆に、わけのわからない、あのー、私へのですね、あの、非常にくだらない、誹謗中傷メーター、あのー、コメントしてる人がいるんですけど、あれね、私放置してるわけじゃ全然ないんですね。で、あのー、入ってきたものって全部、きちんとメールのアドレスにちゃんと通知来るので、全部それ、記録に残しております。で、 あの、そんなもの書いた覚え、あの、覚えがないよっていうことがないように、きちんと、あの、こちらも、あの、発信源誰かっていうのも、きちんと、あの、調査を入れております。で、えー、一応その画面上のスクリーンショットも全部、あの、記録に残しておりますが、今後、あのど、あの人、この人って、これまではね、もう吊るし上げるようなやり方で私自身が嫌いですから、これまではやってこなかったんですけど、 あまりにもしつこいものはですね、今後こちらの YouTube で晒します。スクリーンショットで,で。こいつこんなこと言ってますっていうやり方をですね、あのー、していきます。で、いきなり、あのー、事前予告なく、びっくりするような形で個人攻撃をするっていうのは私はもう本来卑怯な手だと思うので、本来そういう形でやるというやり方は取ったことがありません。なので、 きちんと事前に今度こういうようなやり方をしたら晒しますよとかね。そういう措置をですね、事前にきちんと伝えてから何らかのペナルティを下すという、あの、ことはね、あの、最初に申し上げておきたいなと。少なからず理性のある人間のやり方ではないの、ないのかなと、で思っておりますので。まあ、あの、残念ながら今日はですね、えー、Facebook アカウント30日停止期間ということでですね。 あの、見てみましたら、あの、この前にも、あの、何時間だ、やれ、3日間だ、その、7日間だとかっていう風に、あの、ありましたけども、あの、その記事が全部ね、あの、累計されていって、2年前の、あの、もう忘れた頃もですね、そういう数年前の分もほじくり出して、んで、えそれが8件になったと、ということで、1ヶ月間の停止っていうね、 まあ、本当にあの、やり口としてもですね、チンプな、あやり方を、やっているようです。はい。ということで、えー、これもですね、このままにはしておけないので、えー、当然、あのー、もうね、公安とかね、そういうあたりとかで、えー、誰が、あの、プロバイダーをね、それ管理してるのかとか、そのあたりもですね、きっちり、あのー、調査をしていかないと、社会問題になる、これは。だって日本は、あのー、もちろん、誹謗中傷という、 そういうことは、あの、してはいけないですけども、でも、いろんな社会現象に起きたこと、すべて、いろんな意見を持っていいという、そういう国家ですから、どっかの、かの国とは違います。それと一緒に同列にしようと、あの、思ったら、この国は大間違いです。きっちりと意見を持つという、人権、人格を持った、そういう日本人が、行っていけるという、法治国家なので、 獣のような国とはわけが違うので、はい。あの、私たちも叱るべき措置に、えー、入っていこうかなというふうに思っております。えー、大変ね、あのー、ポジティブな話ではありませんでしたが、えー、ちょっとしばらくですね、あのー、Facebook のいろんな記事が見れたり見えなかったりっていうことで、非常に、あのー、それからメッセンジャーも使えないので、まあ、非常にですね、あのー、コミュニケーションの取り方が非常に今難しいという状況になっております。 というところで、えー、皆さんにも、あの、音信不通にあのなってるのはなぜかなということで、大変、あの、ご心配かけるかなというところでは申し訳ないなと思いますが、どうか、あの、この動画を通じてですね、あ、あの、中島ゆか今こういう状況になってるんだな、というふうに、えー、ご理解いただけたらなと思いますが、あの、この動画はですね、あのまだまだこれからも、あの、普通、通常通り、えー、続けてまい、えー、りたいと思いますので、お見てください。 ではまたお会いしましょう。